パパ私に見とれてる？くつろぐ君がモロキューみたいだから。そんなに美味しくないよ。自分を卑下する癖良くないぞ。好き。 1LD カートヨタのくつろぎスモール、ルーミー誕生。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この 1LD カールーミーを実際にご覧になっていかがでしたでしょう？あ、私も先ほど見せていただいたんですけど、本当にパッと見はコンパクトなサイズの車に見えるんですけども、中を開けるとすごくゆったりしていて、本当にキャッチコピーに 1LD カーってある通り、なんかすごくお家の中の空間のような広さがあって感激しました。椅子が全部倒せて、シートのアレンジがいろんな風にできるので、いろんな風に使えてすごく感動しました。実際のその撮影現場の雰囲気っていかがでしたか？そうですね、荒川義義さんも CM のキャラクターの雰囲気にもあるような、なんかこう面白い方なので、よしよしさんと、あと息子役の子もすごく明るくて楽しい子なので、最近流行っている芸人さんのモノマネをリクエストして子供にやってもらって、よしよしさんと笑いながら楽しい時間を過ごしました。トヨタ新型車 1LD カールーミーの CM に加藤さんと共演させていただいた荒川よしよしです。お綺麗でしたね。多分久々の共演だったんで、何でしょう、加藤愛さんからあという綺麗な笑顔でお返しいただいて、非常に優しくしていただいたという印象を持ってます。好きだなキュウリ。キュウリでもやっぱ夏野菜ですから、冬にはやっぱりこう体温を下げちゃうっていうことで、やはり何だったら何でしょうか、生姜であるとか、そういうニンニクであるとか、そういう根菜的なやつの方が冬にはいいと思います。はい、優しくて、そしてお綺麗という最高の褒め言葉があったと思いますがいかがですか？そうですね、恐縮です。それよりでも根菜についての方が強く印象に残ったんですけど、今度は根菜の衣装にもチャレンジしたいと思います。また新品買ったの？焼き加減にこだわりたくてさ。見てこれ、どこまでこだわるの？君をうならせる焼きそばができるまで。許す。 1LD カートヨタのこだわりスモール、タンク誕生。七尾さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日のファッションのこうポイントといいますか、テーマみたいなものがあれば教えてください。そうですね、やはりファッションでも結構色物でかなり印象がガラッと変わると思うんですけども、今日はこうちょっと赤というか秋らしい色味を意識してきたんですけれども、あとはやっぱりこのタンク の車体のカラーと同じような色をちょっと今日は着てきました。この車なんか中がかなり広いということですよね。そうですね、本当にコンパクトでスマートに見えるんですけども、中がすごく広々としていて、で私でも本当に座席のこういろいろ変えてみると足を本当に伸ばせるぐらい広々とした車内になっているので、そこがすごいなと思いました。トヨタ新型車、1LD カータンクの CM に、ナノさんと共演させていただいたバカリズムです。まあ、僕は割とこうなんかいつも通りヘラヘラしながらやってたんですけど、菜々緒さんはもうやっぱ女優さんだけあって、結構こう凄むシーンがあったんですけども、リアルに怖かったですね。はい、ありですね、僕的には全然もう感覚はもうつかめた。菜々緒さん自身もやっぱ割とありなんじゃないかなとは思います。お似合いだと思います。はい、本当に私、一応テレビのいろいろお仕事させてもらって、芸人さんに会うことってすごく多いんですけど、なんか一番安心してお会いできる方で、なんかすごいいつも、ご自身でもおっしゃってましたけど、ヘラヘラしてるっておっしゃってたんですけど、なんだろう、すごい真面目にやるところは真面目にやるし、
だからこう、まあ、仕事だったりとかプライベートみたいなものもしっかりされてるんじゃないかなというふうに思ってて、あとはすごい多彩じゃないですか、ね、脚本やられたりとかもしてるので、私もちょっとありだなと思います。